初代、春風亭粒子慶応4年7月17日は、落語家、陽名、亀吉。江戸、京橋上番町の魚屋、小三郎のせがれでとして生まれ、陽名を亀吉と名付けられた。文政中期に、初代霊霊亭柳橋の弟子になり春風亭粒子を名乗る、生涯解明していなかった、修行の結果、人情話に独自の工夫を凝らした演出で、 それまでの和法を一変させ感情の出し方を等を得ていて聞く人の心を引きつけたという。九州武器戻しや三代吉殺し等を得意とした。また、子は、かすがいの登場人物の亀吉は、この竜子の妖名から取ったとされている。落語年代期には、柳の枝に赤い花咲くとあり、大酒のために花が赤く栄やけしていたことが知られる。竜子は、師匠の名。 柳橋を襲名する話もあったが断り障害、粒子の名で通した。1862年に日本橋満潮の柏木で始まった三大話の会の有力メンバーとして参加しているが、いつも手短に話をまとめるという腕は同連中の一番であった。2、3年後は同連には名はなく、後進の三代目朝寝坊村区に道を譲った。 当時、旗頭であった竜氏は、政治的手腕も発揮し、門下には二代目竜帝左、楽初代春風帝梅子二代目春風帝竜氏、初代春風帝古参、初代段州郎ばめら、春風帝菊江、三代目竜帝炎炉等がおり、柳葉のもとに大きな影響をもたらした。墓所は、浅草と富天の超音寺で海名を避け誘引、竜氏に進々寺。 と言い後に、赤坂の妙蔵寺に移され、海明も酒誘引、粒子引きと改められた。ありがとうございます。